皆さんこんにちは、小垣子です。今日はとっても簡単なこちらの携帯ポーチっていうんですかね、携帯ポシェットかなの作り方をご紹介したいと思います。この携帯ポーチは基本的に鎖編みと長編みでできているすごいシンプルなポーチなので、集中してバーッと編んでしまえば1時間もかからないで作れてしまうんじゃないかなといった作品になっています。で、肩紐のところも、今回の作品は携帯電話ぐらいしか入れないので、そんなに頑丈じゃなくても大丈夫かなということで、すごい簡単に鎖編みと長編みで肩紐を作ってみました。材料はこちらになります。今回私は作品を柔らかい感じではなくって、しっかりした感じに仕上げたいなと思ったので、コットンの毛糸で編んでいこうと思います。で、こちらはかぎ針の方が帯に、4ミリとあるので、4ミリのかぎ針ですね、日本でいう7号で編んでいこうと思います。なんですけれども、皆さんはお好きな毛糸、またそれに合わせたかぎ針で編んでいってください。そしてあと必要なものはとじ針、ハサミ、あとステッチマーカーは3つぐらいあると便利だと思います。では編んでいきましょう。まずは、作り目をします。そして鎖編みを編んでいきます。鎖編みは針に糸をかけて引き抜く、針に糸をかけて引き抜く、これを繰り返していくんですけれども、この鎖編みで携帯電話のこの横幅分ですねを編んでいきたいと思います。今回必要な目の数は3の倍数プラス1になります。なので、このまま鎖編みで3の倍数プラス1で携帯の横幅分編んでいきたいと思います。携帯電話の横幅分の鎖編み編み終わりました。私の場合は目の数は16目になっています。では続いて1段目底の部分を編んでいきたいと思います。まず編み始める前に、今編んだ鎖編みですね、そこにステッチマーカーをつけておきたいと思います。針のすぐ下の鎖編みなので、この V の字を見て左側1本だけが残るように、右側を片山と裏山の2本ステッチマーカーを入れておきます。そしたら次、鎖編みを2目編みます。1、2、そしたら同じくこの今編んだところの鎖編みの右側の1本と裏山の裏山の2本を取るようにステッチマーカーを入れておきます。そしたら続いてまた鎖を2目編みます。1、2と編んだら、次この一番初めに入れたステッチマーカーから3番目の裏山に、長編みを入れたいと思います。今 V の字が見えている方が表側になります。なので、この編み地をパタンとひっくり返すと、真ん中にポコポコポコという裏山が見えると思います。ステッチマーカーから数えて3つ目なので、1、2、3、ここですね、この裏山に長編みを編み入れます。裏山の1本だけを拾って、長編みを編んだら、続いて、ここからは繰り返しなんですけれども、鎖を2目編む、そうしたら下の目も2目飛ばす、というのは今編んだのはこの広がってる目なんですけれども、その次の裏山2つを飛ばします。1、2と飛ばして3番目の裏山、これですね、この目に長編みを編み入れます。これを繰り返していってください。
鎖2、そして下の目を2本、2目飛ばして3番目の目に長編み、編んでいくと、あと少しなので動画で全部編んじゃいましょうか。1、2と飛ばして3番目に長編みを入れて、そして1、2、で最後は1、2と飛ばして3番目ね、なので長編みで終わるはずです。これで1段目が完成です。まあ、1段目といいますか底部分になります。なので電話の幅分ぐらいに出来上がっていると思います。では続いて2段目といいますか側面部分を早速編んでいきたいと思います。側面部分は段の始めは毎回鎖編み5目で始まります。なんですけれども鎖編みを3目編んだら、なので1、2、3と編んだら、その3番目の鎖編みにステッチマーカーを入れておくと分かりやすいと思います。なので1、2、3、この針の真下ですね。で、入れるところは先ほどと同じように左1本だけを残して右と裏山を取る感じでステッチマーカーを入れておくと後ほど編みやすいと思います。そしたらこれが長編み1本分の役割をするんですけれども、鎖2目をしてこの糸端が出てる目ですね、糸端が出ているところなのでここですね、ここに長編みを編み入れます。そしたらあとは繰り返しになります。長編みを編んだら鎖2、そして次の長編み、これはちょっとこの糸は後で処理するんですけれども、次の長編みはここですね、左隣の長編みの上に長編みを編んでいってください。こんな感じで長編み、鎖に長編みの上に長編みと繰り返してステッチマーカーのところまでの手前ですね、ここまでまず編んでいってください。ステッチマーカーの手前の長編みの上に長編みをして今鎖に2目をしたところです。そしたら続いてステッチマーカーが入っている目のところに長編みをしたいと思います。なのでこの目を指で押さえておいて、針に糸をかけてステッチマーカーが入っていた目に針を入れて長編み、そしたら鎖2をして次のステッチマーカーの目のところを押さえておいて長編み、鎖2と同様に、先ほどと同じようにですね、あとは次はここですね、この長編みの上に長編み鎖2、長編み鎖2と編んでいってください。2段目最後のところになっています。最後は間違えてと言いますか、この最後の長編みの上に編み入れないように気をつけてください。もう立体にしていきたいので、この最後の長編みには編み込まず、ステッチマーカーの1個手前の長編みには編み込まず、その手前の長編みの上に長編みをして鎖2をしたらステッチマーカーのところに引き抜き編みをします。なのでステッチマーカーを抜いて、針を入れて引き抜き編みです。これで2段目が完成です。早速ちょっと立体な感じがしてくると思います。これで一応大丈夫だとは思うんですけれども、
携帯電話が入るか確認しておいてください。では続いて3段目編んでいきたいと思います。3段目 も基本的に編み方は2段目と同じなんですけれども、と言いますか、むしろもう、最初以外すべて長編みになっているので編みやすいと思います。では3段目、まずは鎖編み5目するんですけど、まずは3目編みます。1、2、3。そうしたらこの3番目の鎖の右の片山と裏山を取るようにステッチマーカーを入れます。2本取れてますか？取れてる。すいません、取れてますね。そうしたら続いて鎖編みをもう2目編みます。そしてここからがずっと繰り返しですね。長編みの上に長編みをして、鎖用にで、長編みの上にはちょっと糸が、長編みの上には長編みをしてと繰り返して編んでいってください。長編みに、あ、2じゃないです、長編み1、鎖2を繰り返して編んでいって、段の最後はお分かりいただけますかね。今ここが90度になっています。ここですね。なので最後の長編みはここになります。最後ここに長編みをして鎖に引き抜き編みで3段目が終了ということになります。あとはこの3段目の編み方を繰り返していってください。で、どのぐらい繰り返すかなんですけれども、まあ携帯電話がちょっとズーム変えますね、すいません。携帯電話が隠れるぐらい、カバーされるぐらい編んでいくんですけれども、これはネット編みなので作品が伸びると思います。なので、本来欲しい長さよりちょっと短めで終わらした方が、実際こうはめた時にちょうどになるんじゃないかなと思います。ではこの3段目の編み方繰り返して携帯の長さ分編んでいってください。底部分の1段プラス側面部分の11段、全部で12段編み終わりました。だいたいこれで私の携帯はカバーできるんじゃないかなということで、本体部分は終わりにしたいと思います。ちなみに今携帯をはめてみると、こんな感じになります。ちょっと頭は出てるんですけど、実際こうポシェットのようにかけるとこう横が引っ張られて、全部が隠れる感じになるかと思います。では続いて肩紐の部分を編んでいきたいと思います。では肩紐部分1段目編んでいきたいと思います。まず鎖3目で立ち上がります。そして、左隣のこの四角の空間ですね。ここに針を入れて長編みを編みます。続いて、左隣の長編みの上に長編みを編みたいと思います。糸をかけてから長編みに、長編み。これで1段目が終了です。続いて2段目編んでいきたいと思います。ここから先は、2段目と3段目の繰り返しになるんですけれども、2段目、まずは鎖を4目編みます。1、2、3、4と編んだら作品をひっくり返します。そして、下の段に長編みと、まあ、鎖3目も長編みと考えて、3本あると思うんですけれども、この左端と真ん中の間に長編みを編みたいと思います。針に糸をかけてから真ん中と左端の間のこの空間ですね。ここに針を入れて
糸をかけて長編み。そしたらこれで2段目が完成です。2段目はすごいシンプルで簡単だと思います。で、続いて3段目いきたいと思います。3段目は、まあ編み方自体は1段目と同じになるんですけれども、まずは鎖3目をして作品をひっくり返したら、簡単ですね、この穴ぼこに長編みを2回編み入れたいと思います。針に糸をかけて長編み、長編み、あとはこの2段目と3段目の編み方を繰り返していってください。次は2段目の編み方なので、まず鎖4です。で、ひっくり返して真ん中と左隣の間、ここですね、ここに長編みを編み入れる。で、次は鎖3目をして作品をひっくり返したら、この大きな穴ぼこに長編みを2回編み入れる。この肩ひもの編み方はすごい針を入れるところも簡単で、スイスイ編めていけるんじゃないかなと思います。この調子でずっと編んでいってもらって、お好きな長さまで編んでいってください。で、最後は3段目の編み方ですね。この長編みを編む段で終わるようにしてください。肩ひも部分編み終わりました。私の場合はだいたい1メートル10センチぐらい編みました。まあ、肩ひもも本体部分同様に若干伸びると思うので、短めに作っておいた方がいいと思います。そしたらこの長編み部分で終わらせたら、糸端をハサミで切って、で、一回ここで止めておきましょうか。針を通して糸を引き抜きます。そしたら続いてこの肩紐を反対側につけて、とじ針で閉じていこうと思います。まあ当然なんですけれども、この時作品がこの紐の部分ですね、ねじれていないかを確認して、まっすぐな状態のままつくようにして、ここですね。そしたら反対側に縫い付けていきたいと思います。縫い付け方はまあもう皆さんのお好きなようにつけていっていただいたらいいかなと思うんですけれども、まずとじ針に針を入れて、あ、糸ですね、すいません、糸を入れて、で、この四角の反対側だから 1,2,3,4,5 6番目ここですね、ここにつけていきたいと思います。私の場合はまず長編みの上に針を入れて、で、同じく長編みの上に針を入れるというのをしっかりしてほしいので、2回通しておきましょうか。1回、2回と通したら、続いてこの四角の穴のところに針を入れて、2番目の長編みの上に針を入れる。これも2回通しておきます。ちょっと糸が横に行ってしまってるので、2回通したら、続いて3回目は長編みの上に針を入れて、長編みといいますか鎖の3番目に針を入れて、1回2回と通したら、あ、そうか、湯あき目が後ろに来てほしいので、どうしようかな、あ、わかりました。長編みの上に刺したら裏側の面に来て、で、このどこか
針が入りそうなところに針を入れて、でこの輪っかに2回針を通したいと思います。でギュッと縛って、もう一回ぐらいいっときましょうかね。隣の目に行って、でこの輪っかのところに針を2回1回2回と通して、ギュッ、縛ったら、あとはなんか内側の目立たなそうなところに針を通して糸を切って終わりにしたいと思います。携帯ポーチ無事に完成しました。この頃私は自然派と言いますか、ベージュとかきなりとか、あとモスグリーンとかの作品をずっと作っていたので、このように鮮やかな赤編んでいるだけでテンションがかなり上がりました。で、私は今回シンプルに仕上げたかったので、何も飾りっぽいものは作らなかったんですけれども、アクセントとしてと言いますか、ここにボタンをつけて閉じるようにしてもらっても可愛いと思いますし、また横かどこかにタッセルとかつけても可愛いんじゃないかなと思います。もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。では、ありがとうございました。バイバーイ。